俺はコージ、趣味はバイク。先日、駐車場用に小さな土地をお隣の老夫婦から購入した。その土地はうちから20メートルほどの距離で、スペースは車1台半の角地。車を買ったらゆくゆくはそこに駐車しようかなと計画していた。購入する時の条件が、たまに来るお隣の夫婦息子の車を空いていたら止めさせてくれということだったが、たまに使わせてね。わかりました。特に問題ないので俺も条件を快諾した。その後忙しさもあり車も買わず、駐車場はバイクを洗ったりメンテナンスをするスペースと化していたが、お借りしました。ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。お隣の息子夫婦が使用したら手土産を持ってきたりして、そんな感じで数年が過ぎた。ところが最近になって妙なことに気がついた。近頃バスを使って出勤をしていた俺はバイクを駐車場に置きっぱなしにしていたが、あれ？バイクの位置が動いていたり、側面に傷がついていたり。これはおかしい。でもお隣さんでもなさそう。でも一応確認するか。俺は菓子折りを持ってお隣さんに探りを入れに行った。こんにちは、コージです。あら、ありがとう。わざわざ悪いわね。いえ、こちらこそいつもお世話になってます。すると奥さんが妙なことを言い始めた。コージくん、最近車買ったのね。いつも止めてるじゃない。え、俺まだ車は買ってませんが。あら、白のライトバンっていうのかしら。コージくんのやつかと思ってたわ。じゃあ誰のかしら。そうか、きっと白い車のやつが犯人だな。情報を手に入れた俺は奥さんに挨拶をして、どうも。あ、もしもし、俺だけど今日暇。すぐに昔からの友人2人に電話をした。俺は助っ人になりそうな柳と藤を呼んで事の経緯を説明した。大丈夫か？何があったんだよ。柳は明快なアホ、でも友達思いの熱いやつで肉体派。藤は賢く、言うなれば悪の組織の参謀タイプ。酒を交わしつつ俺たちは作戦を練った。まずカメラを置いて証拠を取ろう。カメラ設置するところが必要だな。俺の後輩連れてきて簡単なガレージ作ってやるよ。そして俺たちはすぐにその作戦に着手した。単管パイプが柳の指示で組まれ、カメラやバッテリーを着々とセットする藤。そして半日ほどで完成したのはでた簡易のガレージ、監視カメラ付き。上手にできました。すると翌日、早速カメラに犯人が映っていた。毎日車を止めるために俺のアイバイクを勝手に動かしていたのだろう。そしてしばらく犯人を観察していた俺たちは次の作戦を決行することに。画鋲をハンドルに貼るぞ。画鋲？怪我させるってか？違う、きっと痛くてバイク倒すことになるだろう。修理代もいただくんだよ。なるほど。頭の切れる藤に惚れそうになった。なかなかの見た目になったが。あくまで防犯装置でやれと主張する藤に後押しされ、俺たちは画鋲兵器をガレージへ投入。そして翌日、案の定バイクは惨めな姿になって倒れていた。助けて。カメラの映像には画鋲にイラついた犯人がバイクをボコボコにする姿が映っていた。これで証拠は残ったな。あとはどうやってこいつの正体を明かすかだな。そう次の手立てを考え始めた頃、インターホンが鳴った。はい。来客はまさかの犯人の男だった。お前のバイクが倒れてきて足の骨を骨折した。訴えてやる。斜め上の主張に俺はしばらく呆然としていたが、そこに騒ぎを聞きつけた二人も駆けつけてきた。あ、知ってる、あの人カメラ映ってたやつだ。なんでここいんの。ステイステイ。お前らのバイクのせいで怪我したんだ。ほう、じゃあ白黒つけてはっきりしようや。警察呼ぶか。ふざけんな。加害者が開き直るのか。ここで頼りになったのが肉体派の柳だった。犯人した犯人はおとなしく俺たちに身分を明かし、おい、お前あのスーパーの社員じゃねえか。後日、俺は犯人が勤めるスーパーへ行って店長さんに証拠をもとに事情を全て話した。店長は俺に謝罪をしてから何かに気がつき、犯人に対して言い放った。おい、お前この時間って仕事中だよな、何してたんだよ。それは実はそいつ仕事をサボってパートの奥様と社用車の中で不倫していたようだった。俺の駐車場で。後日、店長さんが菓子折りと封筒を持ってうちにやってきた。この度は本当に申し訳ありませんでした。ご丁寧にありがとうございます。ちなみにその封筒には相当な金額が包まれていた。俺はそのお金で二人と合流し謝礼も渡した。乾杯。ちなみに犯人も不倫相手も既婚だそうで、今頃大変なことになってるだろうな